北海道コンサドーレ札幌は9日、MF スパチョークがタイ代表に選出されたと発表した、写真、裸にボディペイントで応援する美女ファン、批判の声に完全に覆われている、見えていない、タイは北中米ワールドカップアジア2次予選で16日に中国、21日にシンガポールと対戦、スパチョークはクラブを通じて代表を呼ばれることに光栄と思います。 今回はワールドカップの予選なので、勝ち点を取れるように頑張るので応援よろしくお願いします、と意気込みを語っている。